今ね、ちょっと待っててって。あ、おはにゃー、総裁。甘党さん、おはにゃー、いらっしゃい。今日はね、綺麗に撮影してもらうよ。惚れ直しちゃうかもよ。いらっしゃい。しじみですさんはわかんない。どこで？この近所。和田さんね、午後に予定入ってんのに忙しい中時間空けてくれてんの。かやさん、おはにゃー。私そこのここの路地好きなのね。だからここで顔アップであれと動画でちょっと駆け寄ってくるみたいなやつ。動画で駆け寄る、何言ったの。いや、なんかそういうのをちょっと撮ってもらいたいなって。駆け寄ってって、手を振って和道さんを手をつないで引っ張っていくように一緒についてきてもらって。それはいいよ。それは嫌だ。あのね、かわいいあれなくなっちゃったのね。残念だね。動画で駆け寄るズーム。いや、今日はね、静止画だけみたい。うん、そうだね。あ、これこの鼻の下とかいいんじゃない。あ、11時半までは動けるから。うん。あと1時間半ぐらいだね。その前にほらマックっていうかご飯。写真は。写真。どういう写真が撮りたいの？うん、サムネに、ツイッターのサムネに使える写真。うん、あ、こっちの道バックでも雰囲気あっていいかもしれない。いや、ここ道路だから三脚立てらんない。あー、そっか。多分ね、開放が思ってる撮影と違うから。あ、ほんと？あ、そのバッグの中に、リュックの中に全部入ってんだ。てか、師匠をお写しします。師匠、おはようございます。師匠、わざわざ私のために時間取ってくれた。忙しいのに。森の妖精イメージしよう。おお、森の妖精イメージするって。和道さんはね、歩くのがとっても早いんだよ。師匠は足が速いからね、ノロマナ解放はついてくの大変なの。妖精感。思いっきり頑張る。テーマ妖精ね。テーマ妖精、OK。テーマは妖精です。森の妖精です。妖精っぽい顔をリスナーさんに練習しといてって言われた。妖精？どう？あ、デート、ポートレート。いいね、かける10、ありがとう。あ、妖精さん、おはにゃございます。おはにゃ。妖精っぽい？妖精っぽい？完璧？妖精。ウィンクしてお茶目な妖精。お、完璧、エクストラ、ありがとう、はにゃー。
あ、KP ありがとう。KP ナイス。そう、寒いので撮影中体に冷えないよう気をつけてくださいね。ありがとう。揺れちゃうね。脇を締める。お辞儀してるから。あ、こうか、分かった。棒の筋よりも、うん、こう、じゃあそう、握ってるからブルブルする。もっと上の方か、そこ、そこ、こう、ぐっぐっぐっ、うん、分かった。あ、ワドにお金払うの、ね、写真次第でお金払うしね、今日はね、朝食をおごるっていうことになってる。だって中西島のお金は使わないよ。いやー、これやっぱ配信下手だな。下手。そう、歩いてごらん前。なんでこんな下手なんだろうな。見やすいでしょ。手ぶれひどいよな。手ぶれひどい。全然安定するでしょ。全然見やすいでしょ。あ、バッグ肘にかけてるからかも。どう、リスナーさん。いや、これひどいね、解放ね。これ見れたもんだよ。こうだよ、解放。よく見てろ、俺の姿。うん。うん、基本だから、配信の。分かった。脇締めてロックすんの。ロック。ここギュッて。そう。で、こう。こう。うん。オッケー。じゃあ、そこ持ってる時点で。角度がダメなんだよ。自分が見やすい角度だ。さあね、脇締めるの当たり前だね。ごめんね、ラック。スタビ？あ、スタビがよくわかんない。ごめん。
うん。あ、和道さんにちゃんと聞きなって。お金取らないみたい、ありがたい。旅ライターいいね。そうなの、今度教えて。おはようって。自撮り棒ね。そっかそっか。あ、ドクタイムフォローありがとう。フォローナイス。どう、撮影ポイントとしては。カフさん転ばないようにありがとう。アングルはね、ちょっとね、ダメみたい。別の場所移動します。あー、いいね、水が流れてる。楽しみ、空。あ、いい、すごい。ほら、すごいいいよ。いい景色。もう持ってて。まだ向きが全然違う。あ、分かった。中央公園ここ。あ、まあいいや。違う違う。上着も全部それで決まりなの。うん、決まり、決まり。ちょっと待って、ハンカチを。ね、放たれて映ってたら嫌だからね。オッケー、のじいさん。コメント拾っていいよ。
通に配信やってる。あ、わかった。オッケー、NG さん。今から撮影が始まります。和道さん、準備中です。わかった。あ、オッケー。もう一回こっちに来る。ああ、いつも。もう、ま、もう、ここ。いいよ、普通に配信やってる。あ、わかった。初見です、ユニークなお話ですね。そうだね。ロガー。ユニークなお顔立ちだよ。NG ワードさん OK。 はい、あ、もも初見です、いらっしゃい。解放と言います。解放の名前の由来は心を解放するとか人を解放するとか解決の方向に進むとか辞書で調べるといい意味ばっかりだったから。目だっこっていう方見て、うん、どうしてですか。手邪魔、あ、手入れた方がいい。うん、私もこの手は入れたい。いいからいいから、少し洗って。手入れてもいいな。うん、ちょっと洗って。え、目はこっち？目はこっち側。目はこっち側。うん、はい、もう歯が口紅ついてて真っ赤だけど。てか歯汚ねえな、お前。あー、あれだね。タバコでやられちゃったのかも。口紅歯についちゃった。取るね。歯がね、やっぱね、タバコで黄ばんじゃってる。ホワイトニングしなきゃ。あー、リンゴー、いらっしゃい。これ大丈夫かな。あ、めっちゃ立ってみたい。いや、カメラ目線やめて。もう放送普通にやってていいよ。うん、今のやつどうだ。あ、分かった。ちょっと上来た瞬間笑ったってった歯に口紅がついちゃった。高級金魚。
持っとっか、こうやって。あ、素敵ですね。ありがとう、もも。いや、台本っていうか、お願いしたんだよ、私が。顔相当ぶん投げられてますね。いや、殴られてない。こういう顔元から。こういう顔よ。携帯だけ下げてみて。目線、あ、動かないで。携帯だけ下げて。ニコって笑って。いいよ。はい。いいよ。ちょっと目だけこっちちょうだい。目だけ。そうね。笑って。はい。いいね。おいで、おいで、倒すの。あー、かわいい。どういう絵が欲しいか、うん、見て見て、すごいいい感じに撮ってくれてる。見て、あ、アイテムありがとう、笑い男、風船、バーガー、ハート、ありがとう。ごめんね、全部言えなくて。どうこれ、かわいいって。付け回してない、地まつげ。どういう右寄り左寄りっていう自分の素材として必要なやつを言ってくれれば、あ、どういう雰囲気がいいかっていう。あとど真ん中でちょっとマフラーに手をかけて下を向いてる写真とかが欲しいかな。どういう雰囲気を出したいの、てか放送をないがしろにするんだよ、お前。配信者だろ。かわいいって、ありがとう。可愛い感じを出したいわ。そうだね、ちょっと寂しげ。体育座りできない。体育座りね、できないんだ。あと膝悪くって。一番可愛く座るのはどういう座り方。これかな。今セッティングしてる。つけましてないよ。地まつげ、地まつげ。ハイボール、そんなこと言わないで。ハイボールブロックしたからいい。あ、本当に。あ、ブロックって、あ、ブロックした。
けど、そう、サバ。で、どうしたよ。で、あ、ちゃんと映ってるよ。そして、下に映る写真と、まっすぐ向こうに向いてる写真。ああ。多分お前が意図してんのはモデルの問題で無理だと思う。あ、確かにね。いや、これいい、これ。また来た方がいいと思うよ。うん、分かった。可愛らしさを作るのは体型が豚だから無理。言われちゃった。体型が豚だから無理って。下から煽ったらどうだって。下から煽っても無理。あの、要は可愛い感じを出すんだったら上からの煽りなんだけど、下から煽ったらただでかい、うん、顔がでかいモンスターみたいになるだろ。顔がでかいモンスターになっちゃうって、アマントさん。下から煽ったら。座ろっか、じゃあ腰掛けよっか。腰掛けるっていうか、もう膝が怖いんだろ。あーっていうか、高さが、お鼻がちょうど入るかなと思って。立って横に並んで。立って横に並ぶ。ビタビタに乗って。ビタビタ。こんくらい？もっと、もっと前に。でもワンテンポ、オッケー。あ、ワンテンポ、下がって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 。いや、コメント拾ってていいや。うん。あ、わかるわって。ディプの試合、いいんじゃないのって。え？あ、今のベロ出してる感じいいよって。キツオさんが笑ってる。え？ベロ出ししてるのいいねって。やめて。分かった。キツオさんエッチなの好きだから。え？キツオさん、マンキツオさん。気持ち悪い。だからカスなんだよ。あ、そんなこと言わないの。やほほ、いいよいいよ、すごくいいよ。あ、そう、そこ、そこそこ、固定、そのまま。そのまま固定ね。はい。動かないでね。口は閉じてていい、開いてていい？いや、動かないで。はい。閉じて。少しはにかんで。そのままね。はい。そのまま。このままでいて。はい。
ちょっと待ってね、涙出てきた。ちょっとだけこっち向ける。目だけ、目だけ、目だけ。これを追いかけて。少しはにかんで。早く。もう少しこっち側に立とうか、こっち側。あ、いいね。首傾けようか。少し傾けて、そう。このまんま。目はこっち、これを追いかけて。顔の向きを、体をこっち側にして。そうそうそう。で、こっち側に向いて。顔だけこっち向いてみて。顔の向きを、体はこっち。こうかな。こっち側向いてみて、ちょっと。見てみて。はい。で、個人的に写真撮ってるんですけど。ですね、ちょっとこういうご立派なのだと、ちょっと、あの、許可証必要になるんですよ。普通のね、プライベートのっていうより。三脚撮ったらいいですか？あの、カメラマンにちょっと見えたんで、プロの。はいはい。手持ちで撮ったらいいですか？そうですね。はい。わかりました。はい。すいません。ありがとうございます。やっぱプロは注意されちゃうね。アプリコタンヤッホーいらったー。リンゴも笑ってる笑ってる。市長さん、ベロ出しはね、却下されちゃった。下品だって。そう、三脚でね、警察に注意されちゃった。洗って。はい。あれだ。マコ変える。はい。ユーリン紫じゃないです。音切る。ミュートでごめんね。モノポーズでキス顔。三脚ダメで手持ちは OK って不思議ってね。あ、
そうだね、写真楽しみだね。時間ねえんだよ。はい、申し訳ない。あれか、一本か。はい、綺麗な場所でしょ。あ、観光地でもダメなとこあるんだ。そっかそっか。天気で良かったね。そうだね、猫の目ね。今日はいい天気。ここで階段座ってるところ撮るから。あ、うん、分かった。なんかベンチ、うん、ベンチ、あ、階段かな。私もちょっと一服させていただきます。全然集中してダメだね。ごめんね、私がいけない。慣れてないし、いろいろ言っちゃうし、申し訳ない。テスト撮影もできなかったよ。いや、でもさっきのすごい良かった。ブレてる、ピント合ってない、うん、あれはダメ。あれ最高だったよ。違う、あれはテストだ。あ、テストなの。あれで、あれでテストなの。あんな誰でも切れる。いや、あれ本ちゃんでいいよ。いや、あれはダメだって。自分の、ね、作品なんだから。うん、あれで OK 出せるわけないな。みんなすごいあれだったよ、キラコメっていうか。カイコの写真でもあるけど、俺の作品でもあるから。あ、そうだね。すごく良かったように見えるけどな、さっきの。ブレてる？ブレてるとか問題ない。室尾さんが大ベテランの貫禄があるなって。表情が硬いね、まだね。硬い。あいうえをかきくけこ。カメラを意識しすぎよ。カメラ の、 あの、うん、俺の右手、左手を見るって感じでずっと覚えておいて。え、いや、俺が顔をずらしてもいいし。うん、うん、あと、天気悪いな、今日は。そう、いい天気だと思うけどな。もうちょい日が当たってたらよかったね。差し込む感じだったらね、うん、よかったんだけど。そうだね。あ、私が電気持って撮るのダメ？いや、もう切れた。消えた？最近ね、いっぱい撮影してるから電池も使うよね。あ、こうちゃんぬき、お久しぶり。おはよう、おはにゃございます。セーブマダム。書き上げた方がいいんじゃないの。その紙で正解なの。一応正解。流すか。流す？わかんないけど。もう作っちゃってんな、それで。あ、じゃあいいや、じゃあいいや。あ、これでいい。ケープかなんかで止めてる。止めてはいない。ワックスがちょっと塗ってある。
だれみたいな。そうだよね、もうちょい前髪多くするかね、横分けの方がいいかもね。横分けで、で、この顔にかからないように作って。オッケー。この、なんか、汗が。あ、これでいい？うん、明るさとか後で修正すればって。山形、そっか、めっちゃ寒いんだ。ステファー、後で見るね。階段行こうか。はい。見るのかいって。うんうん、素敵です。ありがとう。いや、すごい素敵な写真なんだけど、和道さんがね、やっぱプロ意識高いからね、納得いかないみたい。AV 撮ってる。今撮ってるから。うん。今ね、ギャルたちが撮影だから待ってる。はい。やかましいわ。一生懸命服をギュッとやる。カメラ目線やめて。愛れを書きつけこ、刺しつけと書きつけと、何故のこっち側向いて、こっち側、ここ見て。それやめて、それやめて、それやめて。はい。カメラに目線移動してる。はい。顎引いて、顎上げて。動かないでよ。あ、ごめん。あ、これが印かと思った。このまま。はい。あ、表情変えないで。はい。少しかにかんで。化粧して便所太郎かって。便所さん、いい男だよ。こっち側だけ顔向いてみて。顔向く。顔の向き、顔の向き、顔体全体でいいや。こっち側向いてみて。で、顔こっち側に向けて。そう。で、顎引いて。顎引きすぎ。ゆっくりゆっくり顎上げて。普通にして。元に戻して。で、向こう向いて。横顔にして。そう。目だけ少しこっち寄って。そう。寄りすぎ。完全にじゃない。この辺。移動しよう。はい。
今撮ってくれてるよ。豚って言わないで、人間だよ。あ、はいはい。今10時53分。前鏡でポン酢でつける。逆の手がいいな。それさ、いやだからその辺に置いてくれよ。うん。こうする。あ、見えてる見えてる。配信下手だよな、本当にな。ごめんね、みんな見づらいでしょ。
思ってたよりブスだな。俺が想定してた4倍ブスなんだけど、どうすればいい？俺が想定してた4倍ブサイクすぎて、俺のカメラ壊れるんじゃねえかって思ってんだけど、どうするこれ。どうにもできないんだけど、時間が足りないし、やばいよこれ本当。思ってたよりブスすぎるんだけど。ファンキーモンキーベイビーズとかそういう風でどう？ファンキーモンキーベイビーズとかあっち系の陽キャラッパーのジャケット系でどう？みんな。わかる？陽キャラッパーの。これダメ？これが限界じゃない？ファンモンのザケフ。ダメかな？無理。限界を感じてるんだけど、俺。いや、すげえブス。すげえブス。ダメ？
限界だな。多分フォトショップが壊れるね、うん、フォトショップ破壊するほどのパワーかい私。あーいい、すごい、あーいい。もう少しね、緑があったり。いやでも階段もいいよ。あ、これいい。あ、私振り向きが好き、これ。あ、これ好き。これはね、でもね、ダメ。あ、そう、ダメ。後半のショットだな。あ、今のも好きだったな、ベンチ。うん、ベンチの今の。これだな。あ、うん、これだな。どう、これじゃない。勝手にお似合いのカップルにすんじゃねえよ、お前。ふざけんじゃねえぞ。のんちゃんという歴史とした彼女がいるんだぞ、和同士には。これどう、ジャケット。あ、振り向きざまのも好きなんだけどな。これだね。お前がね、好きなのよりもね、うん、振り向きざま。あ、これ今ね、こういうの。あ、これ。いや、それをできる体型じゃないプライベートで送るよ、それは、うん、でもアーシャに使う感じではないよ、うん、振り向きざまツイッターにあげて、そのやつ、笑ってるやつをヘッダーとサムネにしようか。笑ってるのと、口を開けて笑ってるのと、閉じて笑ってるやつ。これだな、これだな、これだよね。開放がいいって言ったやつ、これ。あ、違う。あ、それこれ、それ開放が気に入ってるのはこれ。どう思う、これ良くない。開放が気に入ったのはこれ。私が気に入ったのこれ。あ、いいかもって。結構美人さんに撮ってくれてると思うんだけどな。体は映ってないし。これがいい、こっちの方がいい。あ、それいいじゃんって。これがいいっつったのはこっち。俺がサムネに向いてるのはこっちだと思う。どっちもいい。俺はこっちを押してて、開放は、開放はそれ、開放はこっちがいいって言ってる。横に、顔横にした方が細く見えるし。漏れてないって無理だよ。いや、無理だよ。モデルがモデルだからね、盛るのは無理。これが限界。漏れるのは体型だけだよ。正面の方が俺はいいと思うけどね。サムネに向いてんの正面だね、うん、で、横のやつをヘッダーにしようかね。これはこれ開放らしくていいと思うけどね。柔らかい感じ出てるし、笑顔だし。俺はこれがいいと思ってる、うん、ファンモン、そう、ファンモン風。ファンモン、ファンモンのジャケか。じゃあこの2枚でいくか、うん、この2枚を加工して送ればいい。あ、うん、お願いします。盛るのは無理だよ、盛るのは無理だよ。もうモデルはモデルだから、モデルはこれだから。持ってくださいって言ったらあれだよ、ラーメン屋みたいになっちゃうよ。厚盛りですかって。厚盛りになっちゃう。厚盛り行こうか。うん。あ、11時8分だからまだ朝食大丈夫？今何分？今11時8分。いや、11時半に、あ、まあ、メッキどっかで軽く食うか、じゃあ。うん。それかタバコ吸って解散するか。あ、どっちでもいい。あの、都合のいい方で、師匠の。タバコ、そう。うん、わかった。移動しないといけないから。あ、オッケーオッケー。うん、何飲む？あ、
住まいのないや、どうしよう。あ、ありがとう。そしたらね、うん、グリーンだから。あったかいの？あ、冷たいやつ。冷たいのがいい？うん。そしたら師匠、お昼いいから食べてください。お昼がいい、朝食いいって、ありがとう。じゃあすいません。和藤さん、タダで取ってくれちゃって、私2000円は包もうと思ったのにさ、朝食代でさ。あったかいグリーンだからってなんだよって。ね、優しいよね、和藤さんね。お前の少ないリスナーから後でうんこしびるほど花火してくるから。お前の少ないリスナーからうんこしびるほど花火せびるからだって。和藤さん、口悪いけど優しいよね。うん、よかった。ね、和藤さん優しい。和藤優しいよねって猫の目は言ってる。猫の目は言うだろう。うん。俺のリスナーの目。いや、猫の目さ、呼び捨てなところはいいよね。ああ。親しみあるよね。そう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 。慣れ慣れしいな。猫の目だけど俺はアンチだったんだよ。うそ。俺に6回ぐらいブロックされてんだよ。マジか。あ、弟子なんだからありがたくいただいちゃえって。じゃあグリーンだからいただきます。師匠いただきます。はい、あー美味しい。閲覧サクサクと伸ばしてんだ。あ、本当だ、びっくり、今見た。あ、でもその写真は海宝さんの妖艶さんが出てないよって。妖艶さある。私あったかいって、これは冷たい冷たい。写真があったらね、もうちょっと、うん、もっといっぱい撮れるんだけど、あの1枚の写真に3時間かかると思って今度から。あ、そう。今日は全然作り込めない構図が、だから無理して撮ってるから。うん、ごめんね、忙しいのに。でも分かるでしょ、1時間パッて終わるでしょ。だからみんな、あっという間。みんなさ、そう、写真、あの弾丸族のさ、アーシャ撮った時に撮った撮った、すごい時間かかったの分かったでしょ。うん、かかったね。無理よ、時間かけて作るもんだから。うん、もう弾丸族のアーシャあれもらえないのかね。これ言ったら貼れるでしょ。あ、本当に。メーカーのプロデューサーさんが持ってるから、うん、運営さんに言えばいいんじゃん。あ、行ってみよう。多分くれると思うけど、宣伝にもなるもんね。そうそうそう。っていうか、あれをサムネにしろよ、弾丸塾の育成の。うん。なんであれ使わねえの？いや、使っちゃいけないっていうか、もらえないから使っちゃいけないかと思ってた。いやいやいや、あれは運営さんがツイッターから引っ張ってきて、あれヘッダーにしろよ。で、今回のやつをサムネにすればいいよ。ああ、あ、5人写ってるのを後ろにやって、そうそうそう、ヘッダーにして、弾丸塾育成ってやつ、うん、サムネを、うん、真正面アップのやつ。そうそうそう。私横顔も気に入ってんだけどな、塾上の色気が。プライベートで使えばいいじゃん。うん、あのツイッターに普通に当てればいいんだよ。そうだね、わかるよ気持ちは。あの顔がシャープに見えるから、うん、女の人は横顔にしたいんだけど、うん、結局その前で顔を覚えてもらうのが仕事だから、うん、あ、私ってキャラがね、要は横顔を覚えられちゃうと正面とか他の配信者に映ったら誰だか分かんなくなっちゃう、うん、ああ、そっかそっか。そう、だからなるべくその、なんていうのかな、あれ別に悪くないと思うよ、あの、うん、ファンモン風は。あ、ファンモン風、うん、悪くないと思うよ、うん、いや、いい表情で撮ってもらった。そうだね、あのセクシー水着かって。もっと時間取りたかったけどね。え、うん、じゃあ後日改めてなんて。あ、もちろんもちろん。マジで、うん、ありがとう。今日はね、打ち合わせで忙しい中ね、わざわざ時間取ってくれたの。私1時間も遅れちゃってさ、メイクとさ、髪型頑張っちゃってさ。3時間かかると覚えといて。うん、オッケー。最低ね、最低3時間で1枚撮れるか撮れないか。うん、で、昼のあの明るい時間だよね、午前から、まあ午後1時、2時の明るい時間だよね。でも全然違うでしょ、あの iPhone で調理するのとは。全然違う、格段に違う。
後であのデータやるからちゃんと。うん。人いるから。あ、ごめんなさい。でほらアグリンとか中西マンとか、うん、お世話になってる人いたら全然撮るから、うん、ここまで来てくれるから、あ、うんうん、だから友達と撮りたいとかもあるだろうし、うん、あ、いいね、3人で撮るのいいね、あ、ヒーさんとも2人で撮りたいね、もちろんもちろん、どんなものさんも撮るし、ヒーさん多分ドレス着てくるよ、ドレス、そこでもうこんな経験厚かましい弟子だな、ごめんね、もこそう、厚かましい弟子なのよ、私熟女の色気出てる、あ、っていうかグリルいいね、ありがとう、ナイス、羨ましい、楽しそうで、ってもも楽しいよ、うん、分かった、いやカメラ邪魔になるかと思ってさ、さっきのあの言わんとこ置いたのは正解だったね、遠くからでは、あれは完璧だよ、うん、完璧だね、さすがですね、あ、タイチン風船10個ありがとう、ナイス、アマト総裁いいね10個ナイス、ありがとう、甘党総裁とはもう友達になる人、あ、そう、うん、大丈夫、心がもう立ち直った、こうやって枠も来てくれてるし、ね、いいことだね、うん、今の僕たちの日本学校はの後ありがとうね、みんなすごい、164名も来てくれてる、合計閲覧1476人、あ、でも JR でもいい、あ、そっか、あ、もうね、撮影終わった、電波あと3分でなくなったら締めのトークしよう、あ、オッケー、もうそろそろね、枠の方終わりにしたいと思います、見てくれたね、合計1485名のみんな、残ってくれた165名のみんな、どうもありがとう、あ、フォローよろしくね、フォロバします、ご飯はね食べに行きたいんだけど、和道さんこの後打ち合わせなんだって、打ち合わせの忙しいところね、わざわざ私に時間割いてくれたの、ありがたいよね、締めのトーク、あ、さっきの合計人数あれして、あと通知フォローよろしくお願いします、フォロバします、いや俺が代わりにやるわ、うん、申し訳ないから、あ、皆さんどうも、はじめまして和道です、よろしくお願いします、すいません、今日ね、あの開放の枠にこんなにたくさん来てくれてありがとうございます、ご飯はね、あのちょっと僕があの打ち合わせがあってこの後あの行けない感じですね、僕も配信やってるんで、もしよかったら和戸監督って検索していただけたら、あの僕の放送を見れると思うんで、ぜひ見に来てください、あとね、まだ配信者としてまだまだ喋りも下手だし未熟なんだけど、もしよかったらね、彼女のことフォローしていただけるとすごく嬉しいんで、フォローしていただけるとすごく嬉しいです、ありがとう、風船ありがとう、ね、お昼なのにこんなにたくさん見に来てくれてありがとうございました、で、じゃあ皆さんお疲れ様です、アイテムありがとうね、アイテムありがとう、
たくさんのコメントありがとう。お疲れ様。じゃあお疲れ様です。それじゃあバイニャーバイニャーバイニャー、お疲れほー。よし、オッケーオッケーオッケー、切ったよ、行こう。うん、あ、大丈夫大丈夫、俺がやるから、いいよ、歩いて。うん、疲れた。ごめんね。え、何、甘党総裁とは何、結局どうなったの。とは友達になる。やり捨てされた感じなの。いや、そういうわけじゃない。え、どんな感じなの、ちょっと教えてよ。いや、だから、うん、付き合って、ああ、私がやっぱり月に2度3度会いたいって言ってて。アマトン総裁セックスすごいの。作ってくれるよ。あー、また騙された。配信ストップ。